皆さんこんにちは、野見洋佐です。今日は、オフシーズンの、胸のトレーニングを、パワーハウスでやっていきたいと思います。で、解説もつけながらやっていこうと思いますので、参考にしていただければと思います。じゃあ始めます。種目目はインクラインですね。ほぼほぼインクラインのダンベルから入るんですけど、角度はこれ30度ぐらいなんですかね。で、足はあまり踏ん張りすぎない、アーチも作りすぎないっていう形でやるようにしてます。結構テンポよく上げてますけど、そうですね、この時50キロまでやったのかな。そう、これ何がポイント、何を意識してますか。50キロぐらいやるときは、アーチの作りすぎのさっき言った注意と足を使いすぎないっていうところで、それ以外は結構もう割と全力で上げてる感じですね。じゃないときついって。で、逆に45キロとか40キロとかでやるときはかなり胸の動きにフォーカスして、さらに何だろうな、フィニッシュポジションでちょっと止めたりとかして、本当なんだろう、痛くなる感じ、胸が、大胸筋がギュッと痛くなる感じを目標にし、目標っていうかになるんですけど、50キロもないしそれ以上でやるときっていうのは少し、その感覚っていうよりはリズミカルにやっていくようにしてます。だいたいこれも、久々だったんでね、50キロは、結構一生懸命やったって感じですかね。インクラインが1種目目の理由やっぱり胸の上部がね、もっと発達させたいので、もう単純な理由なんですけど、っていうところですね。ということで2種目目は角度を変えた感じ。そうですね、だから2種目目は、さらに1個高くして45度ぐらいになって、で、重さも下げて、丁寧に、でも重そうですねこれも角度を変えるとまた全然違うところが変える、ちょっともうちょっと上のイメージですけど、だから弱いんでね、いろんな角度でやってるっていう感じですかね。だから別に肩の前に入るとか入らないとかそんなに、気にしてもそんなに入らないんですけど、感覚的にね。で、2つで1種目ぐらいの気持ちで捉えて、まずはインクラインからっていうので、そこはもう毎回入りは一緒、ほとんど、変わる時もありますけど、でもそうですね、大体一緒ですね今のところ。その動きが自分でダンベル作れるじゃないですか、だからちょっとやりやすいんですよね、スミスとかバーとかでやるよりは。そういう意味でも、バーベルじゃなくダンベルなんですね。はい、っていうので、アイソレートから入ることもありますね、刺激を変えるっていう意味で。2種目目はワイド、はい、ワイドホットプレス。そうですね、これ結構あるんですね、ハンマーでもあるから皆さん、はい、おなじみ、結構よくないんですけど、だいたい次はね、フラットの種目を使うというイメージですね。チューブ下部を狙ったような形で、でレップもちょっと多かったかな。そうですね、5レップぐらいはやってたと思うんですけど、なんでこれも別にチェストマシンでやるときも同じような感じですね。これの方はフラット。そうですね、フラットです、
でしっかりストレッチかけて収縮っていうところの、まあそういう種目ですからね、それを意識してやってるっていう感じ。それも踏ん張らない、基本的に胸は踏ん張らない、うん、そうですね、極力足を使ってっていうことは最近はもうここ何年もずっとしてないかもしれないですね。それは何か理由がある？まあ、ベンチプレスやってた時に、まあ、結構アーチ作って足もしっかり踏ん張ってやってたんですけど、うまくいかなかったんですよね。うまくいかないっていうのは大きくならなかったまあそう、っていうかなんかやっぱり分散させすぎちゃうんで、そう、だから、そう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 、だから胸を使う感覚をもうちょっと良くしようっていうところから変えて、でそこの中で重さを伸ばしていったようなイメージですね。まあベンチプレスとかはしないけど、もしするのであれば足を上げてする、うん、そう、上げ仕上げでやってましたね、はい、最近はやってない、もうやってないですけども、うん、やってた時は足上げで、はい、やってました。そうで次の種目が、うん、これはもうフライですか。そうですね、さっきと角度は一番最後にやったインクラインの角度と角度ですかね、はい、この角度が一番やりやすいんでこれでやってます。この1種目目にやったインクラインのプレスの入り方でその角度を決めてる感じです、はい、それとももうこの角度で、インクラインのフライはこの角度がほとんど多いですかね。これなんかポイントあります？ポイントですか、あんまりないそのまあストレッチするどちらかというとストレッチ、はい、縮める、うん、そうですね、だまあ重い重さでやるときと軽い重さでやるときのフォームはね、まあ、変わってくると思うんですけど、だから過剰に落としてはないような感じですかね。ストレッチ、あんまりストレッチ強くかけすぎてはいない、そうですね、まあ、体勢的にもあんまりかけれないのかなっていうところがあるんで、はい、ただまあ何でしょうね、好んでやりますね僕はフライは、うん、だから昔はフライはインクラインもフラットも両方必ず入れてましたし、フラットは最近やってないんですか？フラットは最近やってないですね。それはなんか自然がなくなっちゃったから、いやできる限りその上部の種目で、大胸筋の上部を刺激する種目で固めたいっていうので、でやってないっていうだけですかね、うん、まあ別にやってもいいんですけども、はい、今はその選択はそうしてないって感じですね。次のパワーハウス特有のマシン、鍛錬のマシン、そうですね、これはまあ動きがね独特なんでね、これもあんまりやってないんでやり慣れてないっていう感じですけど、あ、やってないんですね、はい、やってもグリップがですね、このニュートラルにしてやることが多くて、今回みたいなプレスのグリップっていうんですかね、ではあまりやってなかったです。なるほど、はい、ただまあやっぱり慣れちゃうんでね、どうしても刺激にこういうのをたまに入れてやってあげるのもありなのかなと思って、刺激を変える、はい、今回でストレッチ的な刺激がもう少し欲しかったんで、まあ、通常のシートに、さらにパッドを入れて、パッドを入れて2枚ぐらいかなやってますね。なるほど、はい、これは肩甲骨 の、はい、その動きを良くするために入れてるわけじゃなくて、ストレッチ、まあ、可動域、可動域、はい、可動域を大きくするっていう感じですかね。なるほど、うん、よくあのかまぼこ型の入れたりするじゃないですか。そうですね、それはあんましない、うん、入れないですけど、まあ別に入れてもいい、はい、好みですね、その辺はね、まあそうやり慣れないんで力もねちょっとまだ入れづらいなっていう感じですけど、まあいいですね、うん、次は、うん、マシンのフライで、マシンのフライがね僕すごく好きじゃなくて、あ、そうなんですね、はい、あんまりやらないんですけど、まあ、たまにある、入りづらい、いやそんなことはないんですけど、なんでしょうね、なんか嫌なんですよね。うん、これ収縮ですか、どちらか。そうです、ストレッチを入れるのも入れはするんですけど、
どっちかって言ったらメインはもう本当収縮させることを考えてやってます。だぐっと大胸筋だけでこう腕を引っ張ってくるぐらいの、そうですね、なんかすごい動きがやっぱり分かるから、はい、イメージでやってます。やっぱりそうすると大胸筋がねつるようなこの強い痛みっていうのがね出てくるんで、うん、でやっぱりあとはどの種目もですけども本当パンプアップというか大胸筋をパンプさせてキャパを広げるっていうんですかね、大きさ的に、そう、そのパンプさせられるのが大きければ大きいほどいいような気がする、はい、確かに成長ホルモンも出そうですよね出るんですかね、パンパンにすると、あ、そうですかそうだからまあそうパンプ系の種目は必ず入れると、入れると、うん、これはもうパンプ系の種目、そうです。組み立て方はなんかストレッチ、うん、まあでも大体交互とかですか、よく背中だと引っ張って、上から引っ掛けとかっていう、コンパウンドから始めてアイソレートで終わるか、最後も最後締めにまたコンパウンドでチェストプレスとかやることもありますけど、まあとにかく最後はしっかりパンプアップを狙ったような感じ、まあそうですね、うん、そういうことが多いですね。でそれだけなんだろう、物理的な刺激だけっていうことはあんまりないかもしれないですね。だから別にマシーンの、ストレッチ系とかそんなに細かく分けてもないような気がするんですけどね、その日の、うん、調子をどういうので決めてる、決めてますね。では最後これがこの時はじゃあプレスで締めたって感じですかね、うん、めちゃくちゃやっぱ最後だったんで重かったですね、まあ、とにかくパンプさせやすい種目で締めるっていう感じですね。このままもう、うん、三頭筋とかの片側とかも考えずにとにかく動かす、あと言いますと、三頭筋で押しちゃう、はいはい、とかも全然気にしない、はい、気にしたことないです。三頭筋は腕の日は腕の日であるんですよね。ありますね。三頭筋だ結局胸やって三頭だけに入ってるっていう感じだったらちょっと変えますけど、これは胸に、胸も三頭もバランスよく使ってるんだったら良しとしてます。むしろ逆に何ていうんですか、アイソレート種目なわけじゃないし、当然なんでね、三頭使うの、はい、ただその比率的なのが大胸筋を使ってる比率より上回ってる感じ、7-3 で腕とかだったらやっぱりちょっと、はい、うん、握りとかね、手幅とか変えたりとかっていうのは考えますけど、まあ、そうじゃなくてしっかり胸も入っておまけに腕も入ってるんであれば、まあ、全然ありですね、うん、っていう感じですね。まあ大体7種目ぐらいで胸は、胸っていうか、まあ、どの種目もですけど V も構成しています。はい、で、うん、そんなとこかな。ありがとうございました。はい、じゃあ参考にしてみてください。はい、今日はね胸のトレーニングを7種目やりました。で、まあ、普段、ハイレップでやることがここ最近多かったんですけど、またちょっと上げて今日は少し重めでやってみました。で、まあ、メニュー自体もそんな、普段と大きく変わっているところはないんですけど、まあ、しっかり負荷をかけてやるっていうところで、後半にかけて、レップを多くしていくっていうような構成です。で、一個一個の、ね、詳しい内容は各解説を参考にしてください。で、終わったらすぐ、カーボ、まあ、プロテイン、アミノ酸、トレーニング中アミノ酸で、終わった後プロテインので、最後、吸収の早いカーボということで、レッドコーン1のクラスターボールとグルタミン 10g 飲んでおしまい。ここまでで終わり。
参考にしてみてください、ぜひチャンネル登録いいねよろしくお願いします。また、この動画を撮影してくれてる、磯口カメラマンの YouTube の方でもトレーニング動画を配信しているのでそちらもぜひチェックしてください。じゃあ以上。